ゲッピー、ゲッピー、沖縄だよ、ハートありがとう。ちょっと一回暗くなるよ。どこだ、ここよし。ゲッピー、みんなおはよう。寝起きでビールです、最高。寝起きビール、ニートの極みやん。ニートの極み、うん、すごい画質いいでしょ。画質すごいな、やっぱ、うん、だからドライブとか、うん、結構臨場感あって、うん、ポタポタじゃないよ。なんで青山の時だとポタポタになったんだろうね、うんうん、謎。ここの Wi-Fi？ この Wi-Fi で、下りも上りも問題なかったよ。うん、ハズレサーバー引いたんじゃん、ふわっと。PC 配信いいよ、やっぱり。全然違うな。ニコ生で鍛えられたから。画質がダメだとニコ生見てくんないの、うん、もう見慣れてるじゃん、パソコン画面に。だからちょっとでも荒いとクレームが。沖縄ね、今日はね、昼間31度の湿度 90%。 マジで、うん、サウナ。マジか。汗止まらん、うん、暑いっていうかね、蒸すね、うん、すごい蒸す。声は問題ない？音量問題ない？どう？音量、うん、普通に聞こえる？喋ってて。お、マルキューさんどうもです、ありがとうございます。問題なしです。お、よかった、うん、なんか仮吉ウェアと、うん、あとどうしよう、仮水着か、うん、明日買わないとなと思って。でもあれか、コンビニとかで売ってる？ドンキあるかな。お、花火だ。ドンキありがとう。ドンキありがとうじゃねえや。花火ありがとう。なんでドンキホーテに感謝したんだろう。つみきちゃんありがとうね、花火。うん、捨て頃の激太り。あ、やっぱり、太ってるぞ。リバウンドすごい。でもね、ベンゾさんから次回もし出たいんだったら、最低条件で65キロまで落ちてって言われた。じゃない、対戦相手が組めないって。で、それでも確証はできないって、もし安さとしても。うん。65キロって俺、今70、多分9キロぐらいあんの。ボクサー並みの減量ぞ。3A ってお店、あ、ありがとう。今ね、多分80キロ近くあると思う。腹もやばいもん。マジか。え、俺とやった時はどれぐらいだった？76まで落とした。82、違う、もともと70キロだった、うん、で、青山対策でスピード勝てない、反射神経勝てない、体力勝てない、じゃあ体重で勝とうって言って100キロ目指したの、うん、で82キロまで上げて12キロ増量して、うん、で、動けなくなったから6キロ落としたの、2週間で、うんうん、超きつかった減量、青山はね、もうあのしっかり体できてる。何キロだっけ？60キロぐらい。60ジャストぐらい。体脂肪率が低いんだろうな。やっぱ激太りは言われてるんだ、みんなに。丸くなったでしょ。2週間で6キロはね、あのライザップと一緒の原理で、糖質制限って言って砂糖を抜くの、あの炭水化物、うどんとか小麦粉とか。そうするとみんな脂肪とか肉で太ると思ってるでしょ。違うの、あの血糖分を取ると血糖値が上がって、で血糖値が上がりきったところでお腹いっぱいになるのね。でそっからはみ出した糖分が脂肪に変わるの。だから糖で太るのね、人って。だから糖を取らないと一気に痩せる。
ね、丸くなったよね。それ以外はどれくらいだろう、6000キロカロリーぐらい食ってたよ。肉とか野菜とか。でもいくら食ってもお腹いっぱいになんない。え、肉好き。肉好き。沖縄肉やな。ステーキ、ステーキやな、うん、やっぱりステーキっていうとこめっちゃしょっちゅうとってさ、うん、そう、そこ安くてうまかったじゃん。あれでしょ、200g1000円とか。そう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 、そこ行こうと思ったの。そう、あそこ、あそこだ、行こう。国際通りだよね。見つけとったもん。うまい、うまい。はい、行こう。取ったよね、腹ブヨンブヨンで今。捨て頃の時はちょっとスリムだったけど、ブヨンブヨン。青山太らない体質なんだよ多分。あの、昔からスポーツやってたから、うん、何しても太らない。でしょ、やっぱりステーキだった。骨だな、これ。骨だ。早く海行きたいな、本当に。海でも何も考えないでポケーっとしたよね。あの、とりあえずブルーシートをドンキで買って、うんうん、で、ちょっと対策取って。いいね、あ、でも、うん、あるわ、その着替えるところみたいな、そういうテラスなんかそういう、おお、屋根的な、あるある。サザンスターっていうのこれ。あ、サザンスターって書いてある。サザンスターって書いてある。これな、オリオンビールとサザンスターってのがあるの、わからんわ。わかんないよね。俺は寝起き、ケビ。もうこうやってもう落ち着いてこう飲むことがもう最近なかったもん。のなんか飲みたくなかったもん、ずっと。あ、わかる。いっぱい通ってさ、絶対誰か寄ってしまうやんか。あれ、あの名古屋の打ち上げ行ったの？行った。なんで、なんで向こう側も行ったの？だって前日もいたでしょ。やっちょ送ってて。ああ、そういうことか。そうそうそう。せっかくだから。三重県に行くついでに寄ったら、そう。車パンクさせるってさ。なんで？駐車場に止めとってさ、うん、誰かにやると。そう、穴刺さっとった。うわ、最悪。あれやついるんだな。バカありがとう。いや、沖縄すぎそうやな。琉球の翼はどうか、うん、沖縄いいわ。田舎がすごい好きだから、うん、都会は無理。そうやんな、なんか違うもんな、こっちと向こうは。全然全然違うよね。三重ってどうなん？三重田舎やで、うん、ちょっとなんかちょっと騒がしいけど。騒がしいんだ。天気悪いっていうか、沖縄って結構晴れとんのに、いきなり、さっきまで晴れとんのに、いきなりなんか雨ぐわーって降って、スコール。そう。なんかもう雷雨みたいな、ドワーってとんでもなく降って、5分後には空みたいな。そう。いきなり来る。なんか雲とかで分かるらしいよね、現地の人は。なんか、外配信やってたじゃん、昨日朝方。うん、そしたら、雲見たら、何分後に来るから、ワーザさん、引いてとか、みんな言ってくれて。うん、わし、おかちげ、隣やん、俺の地元の。へぇ、うん。ゲリラっていうか、もう、突然降る。降水確率とか当てになんない。こっちの感覚と違う。うんうん、そうそうそう。うん、今回海だけじゃなくて、そう、なんか、ひめゆりの塔とか、うん、歴史的なね。そうそうそう、そう、うん。そういうのも興味あるやろ。めちゃめちゃあるよ。うんうん、遺跡とかさ、
歴史を感じるものがね、うん、だんだん面白くなってくる、うん、20代後半とかになってくると、うん、若い頃分かんないけどね、うん、でもやっぱ青の洞窟が一番だ、メインを。え、青の洞窟、青の洞窟ね、うんうん、ちょっとそれはな、絶対行かなあかんとこだな、うん、勝者と敗者とかやめてください。やめてください。そこがここが慣れとんのがめっちゃいいとこなんやけど、これ、うん、やめてください。こんばんは。青の洞窟に関しては多分電波が多分早いと思うから多分録画してくれるから絶対。え、あのさ、みんなさ、青の洞窟って言って要は島の洞窟になってるのよ。で、そこが海中、なんて言うんだろうね。島の、小島の中が海底洞窟みたいになってるんだよね。うん、海の。うん、だからもう、なんつうの、映画みたいな世界なのよ。で、俺考えたんだけど、ハンディカムじゃなくてアクションカムってわかる？みんな。最近このおでことかにつけて、で、海とか入れる。だから YouTube とか上がってるじゃん。うんうん、スカイダイビング、そのまま海とかさ。うん、あれ5、6万すんだけど、あれ買っちゃおうかなと思ってんのよ。那覇とかで、はい。超高画質で、あの、青の洞窟で戯れるテルをずっと撮影しようかなって。めっちゃはしゃいでるテルを。プライベート、YouTube にアップしようかなと思って。じゃあ、初期から出す。パソコン苦手なんだ。苦手。初期設定がわからん。わかんない。今の時のパソコンで初期設定とかないでしょ。あ、そうなんや。うん。あ、こういうやつってことか。こういう OBS とか。そうそう、こういうのも全然わかんない。全然わかんないんだ。慣れた方がいいよ。慣れたら余裕。お前ら仕事休めよ。そんな、見たい見たいって。休めよ、仕事を。スノーケリングになるの、スカイダイビングになるの、あるわ。スカイダイビングじゃなくてダイビングになるの。多分スノーケリングだよね。まあ、こうやってつけてピューってやる。でもそれ、いらんでな、俺。いらんと思う、多分。スノーケル？うん。素潜りでいける感じ。そう。多分捕まんと思うよ。俺も、あ、うん、泳げる？だって。俺、泳ぎめちゃめちゃ得意だよ。そうなん。うん。お、有給取れ。そう、パソコン教室買う、俺、多分。パソコン教室とかいらないでしょ。休んだら、そうやな、まあ、適度に働いて。適度に。直拓さんも全然わかんないって言ってたけど、うん、設定だけして、これの、うん。あの、バーって言ったら、すぐ覚えたよ。あ、そうなの？うん。キャプチャー配信とか。いや、あの、ほんまにこの飯だけは絶対行かなあかんで、いや、絶対でしょ、間違いないよ。6時半から9時半までか、うん、いや、絶対うまいや。やばいよね、そのステーキのハンバーガーめちゃめちゃ食いたい。これやばいよな。これやばい。ビュッフェなのかな、それともどれか選んでくださいみたいな感じなのかな。裏にもあったよ、なんか中華みたいな。これか、これかな、これ、もちろんこっちはあれか、これか、これか。おー、朝食配信は人写ってるから写真じゃないかな。え、ヤギ食え、ヤギ食えって言われたよ、逆に。 GoPro？ え、マジ GoPro ダメなんすか？ GoPro にしようと思ってたの。ソニーか GoPro かパナソニックの3つから選ぼうと思ってて、 GoPro ダメなんだ。わかりました。え、なんで GoPro ダメなんすか？あ、バッテリー交換、あ、ダメっすね、それ。やっぱ日本製だな。ソニーかな。
ステーキのハンバーガー行きたいな、やばいわ。うわやばい、テンション上がる、やばいわ。あ、ソニーがいいですか。じゃあソニーにするかもしれないです。パナソニックはここにマウントヘッドできるやつがあったんで、ここにつけられるんですよ。ソニーにしよう。いくらぐらいします、マルキューさん。でもせっかくの一生の思い出だもんね。高画質で撮ろう。そうやな、俺が情熱大陸風の素材をいっぱい撮るわ、テルのテルがナンパしてるところとかプライベートで全部撮られちゃうから、全部撮られる。あのプライベートで裸になってるところとかで、ね、酔っ払って4万円、あ、買おうかな、4万だったら。投資だ、投資、任せて。俺ニコ生界のジャーナリスト名乗ってたから、ふわっちジャーナリストだから。なんかでも、なんかこの絵面だとさ、コメント欄でしたらさ、ちょっとスーツとか着てたら対談番組風だよ。てーんってこう、ちょっとやってみようか。ちょっと、こうさ、てーんってここに、ここになんかテキスト入れよう。で、ここにテキスト入れて、どうしようかな。ちょっと、インタビューするね、俺。こういうね、テロップ入れるの。すげえ。情熱大陸風っていうかさ、ちょっとインタビュー、ちょっとフォントがダサいからあれだけど、フォント選ぶか。フォント何がいいかな。印象、印象でしょ。ほら、ぽくなった。あ、なるほどね。そう。で、これをちょっと小さめにね。うん、で、これで、なるほど、これをこうやってやるじゃん。うん、今日のゲストは、青山照人さんにお越しいただきました。青山さん、てーんってこう、てーんって、わーすげー、あなたにとって配信とは何ですかみたいなね。うん、暇つぶしですね。暇つぶしです。暇つぶしですね。こういうね。今、こういう遊びがパソコン配信だとできるから。うん、すげえ。そう、台本書いておいて、こういう遊びができるの。30分間ちょっと、インタビュアー風にやろう。いいね、今ね、暇つぶしですね。いいね。だから、もともとさ、そう、映像関係の、こういうテレビとか映画とかに興味あったから、なオタクなんだと思う、俺。演者側じゃないんだよね。うん、すごいなぁ。食い気味だったかも。スペックの問題じゃないんだよね、あんまり。やっちもね、結構間違ってるんだよ。お、あやいらっしゃい。うん、最低な答えだよ、ほんと。あ、じゃあリスナーさんとは、あなたにと、ちょっと待って、考えといてよ。もう一個やろうか。うん、それ行こう。でもリスナー、あなたにとってのリスナーとこんな感じか。これかっこいいよ。で、この文字を少し小さめにやるのがちょっとプロっぽくな。これくらい画面いっぱいに使う。あなたにとっての、ちょっと待って。あなたにとっての。これは、ちょっと待ってよ。まだ言うね。まずいよな。よし。じゃあ、ナイスな答え待ってるからね。あ、そうですか。暇つぶしですか。はい。そうですか。もう、ちなみに配信歴はどれくらいになるんですか。もう約1年半ぐらいになってきましたね。1年半ぐらい。そうするともう、数千人のリスナーさんと出会ったんじゃないですか。まあまあ、ぼちぼち、まあ、ちょっと、もうちょっとなんですけどね。では、あなたにとってのリスナーさんとは何ですか。金ですね。
金ですか。いやいや金か財布。金、財布、お財布ですか。最低なドキュメンタリー。最低だよ。BGM 欲しいね。編集入れたくなるよね。いいね。ドキュメンタリー風ね。ゆなちゃんいらっしゃい。お二人がすごく楽しそう。ありがとう、ボアボアさん。ありがとう。今のはじゃ配信者として答えただけです。期待に答える。そう。人間として答えてないから。カメラが回ってないときは、こんなこと言わへんよ。ドキュメンタリーとか入れたよね、うん、青山は手紙を書いていた。リスナーさんにステッカーを送るためだ。あー100枚ぐらい送ってますねてん。あなたにとってリスナーとは金っすね編集入れてってね。あ、暇つぶしっすっていいホテルだよね。本当ありがたいっすよ、ここは。うん、おったこ、うん、3時間かかったからな、ホテル決めんのにも。うん、あ、もうミーティングに次ぐミーティングを。そう、もうどこにしようみたいな。もう、うん、わざわざ止まんの。だってあれ初日ぶりかな、ほんと初対面。うん、あの時初めてやんな。初めてやって初めあの日に止まったやんな。多分そうでしょ。で、止まったっつってもなんか、なんだかんだ起きてたよね。あ、違う、ちょっと感じです。寝たんだ。そうで、俺が放送やってて、で、鮫島さんだ。そうそのまま次の日にはあの江ノ島の真冬の海に鮫島さんに2人で入らされたんだ。そうだ、思い出した。リスナーにとっては、僕にとってリスナーさんっていうのはもう家族でもあり、友人でもあり、まあ、一番近いのは本当に恋人ですかね、本当に。てーん。統治法のパターンね、俺の場合は。質問が後から来るか。先に答え出してからの質問が来るパターン。やっぱかっこいいな。青の洞窟今日行ってきたんや。そうなんや。マジか。なんかその、うん、お金を払ってその、うん、なんつうの、講師付きみたいな、うん、はい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 、のもうあるんやけど、うん、勝手に入れるの。勝手に入れるみたい。じゃあ俺らは勝手にコースでしょ。そうそうそう、うん、勝手に入ってたらいいと思う。だってそれ誰かの所有物ではないでしょ。じゃあだから勝手にツアー組んでるんでしょ。そう、じゃあ俺らは勝手にやろう。そう勝手に、うん、どっちが正解か分かんなくなってきた。どっちも正解っすね。うん勝手は無理なの。でもなんかマジな話すると3年後ぐらいにはこれを海外に変えたくない、うん、もうノリを、うん、そう、もう本当になんかみんなで成功した配信仲間の、うん、でもあドバイだけどみたいな。もうドバイここどこって言っても通報しようがない。そう特定してよって。なんとかリッチマンホテルだけどどこだよ。あ、ビーチボーイズね、懐かしいね。広末涼子がもう全盛期の頃だよ。竹野内豊と反町隆史だ。懐かしい。
次グアムか、うん、でも本当に本当の本当の理想なのってさ、仲間がみんなガンガン成功して、うん、例えばさ今テレどこっつって、あイタリアっつって、あじゃあどっかヨーロッパで集合しよう リアトツの規模がでかいあじゃあ俺今、うん、スイスだからっつって、スペインあたりみたいなそういうスケールで配信やってたら面白いよね、かっこいいよね、なんか、うん、なんかヒカルくんあのレストラン出したらしいよ、フランスでっつってパルパルが店長やってるってそういうバカなノリ、マジかっつって行かなきゃねえ、そういうアホみたいな大人になりたいよね、アホみたいな、いつまでも遊んでる、遊びが仕事、うん、いいな。でもこれ結構夢がでかいって言うけど、その多分ね、4ヶ月ぐらい前の俺らが沖縄でこうやってやってるってなかったからね、うん、それが夢だったから、うん、そう、でも多分叶うよ、なんか面白いことちゃんとやっていけば、うん、ね、フランス人リアドスとか面白いじゃんリスナーでーすって言って、うん、インターネットすごいね、ほんと。ネットやる前までは何やってたの？なんで土木、なんでネット始めたの？いや、なんかもともと神谷由香とかの、ほうほうほう、本当に 2,3 日ぐらい見とって、うん、で、それでコラボ上がって、うん、はいはいはい、リスナー側でコラボ上がったってこと、そう、うん、そう、あの神谷のことを本当に女と思って、で、口説きに行ったの？そう、彼氏募集コツって書いてあったから釣られたんだ、そう、へぇ、口説きに行った、おぉ、まあ、神谷は分かんないよな、うん、なるほどね、すげえ、うん、ふわちってまだ国内？国内どころか代々木だよ本社、ああそうなの、うん、新宿あの辺、うん、今の内緒やからさ、うん、今の内緒やから自転車貸してくれんだ、そう、自転車3時間ただで、そう、電動自転車コンビニ行ったの、そう、めっちゃ速いやと思って、初めて乗った電動自転車、速いのやっぱり、めっちゃ速い、え、何どういう感覚なの電動って、え、なんかもうってやったら、うん、っていくの、おー、すごいよあれ、すごい、欲しいあれ、え、坂道も楽、坂道も座ったと思いますね、え、マジで立ちこぎいらない、立ちこぎ絶対いらない、だってめちゃめちゃ急だったでしょ、めっちゃ急だった、うん、あ、そうなんだ、民族村から行く、お女村も行かなかんな、何ですか女村、なんかそう、なんかちょっと崖みたいな、うん、ほんと景色なんやな、ただな、そう、でも海はめっちゃ綺麗、もうやっぱあもう上に行くとやっぱ全然違うな、もう那覇とかの海は全然汚いもん、ダメなんでしょ、全然ダメ、人が結構多いんやけど、うん、そういう観光客みたいな、え、綺麗な海行くの、それとも人が多い海行くの、両立しとる方がいいよな、でも人はやっぱ痛いの、俺はもうプライベートでも超なんか紅の豚みたいなの分かる、うん、隠れ家みたいなあーっつって、あいや、でもやっぱビキニ来たレイちゃんを見たいんだ、眺めたいもん、おでナンパしなくてもいいからもう眺めたいんだ、眺めたいもん、こうやって、はい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 、うん、目で抜く、なるほど、目で抜くいや、それテロップで欲しいよね、てーん目で抜くって目で抜くは欲しいでしょ、今名言でしょ初めて聞いた単語だもん、日本人32年間やってるけど目で抜く、うん、女好きなんだ、うん、
やっぱ男で生まれてきたらやっぱ女は好きでしょ。女で生まれてきたらやっぱ男は好きやと思うんだけどな。あー、うん、絶対俺友達ゲイばっかりやもんな。あ、でも沖縄の人、綺麗な人多いからね。うん、ビッチがすごい多い。あ、そうなの？ビッチが多い。そんなイメージないけどな。こっちのお墓見たことある？ないんだよ、一回も。家なんじゃん。こういう石じゃなくて、うん、なんかテーブルとかがあって、もう、テーブル？なんかすごいでかいんやって、一つが、うんうんうん。そう。で、そこでヤンキーがたまるんやって。なんか青缶スポットって聞いたよ、俺。ああ、そうなんや。なんかその若い子の、中学生とかの。でも田舎やからやっぱやることないから。あ、そう。あ、でも田舎の人ってセックスばっかりしてるよね。そうそうそう。田舎の子はほんとやることないから、セックスばっかりしてるの、ほんと暇だから。お、ネギっ子いらっしゃい。そうなるわな。偏見だけどね、完全に。ハートありがとう。沖縄の人はね、あの、T シャツのまま入るって聞いたよ。あ、そう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 。ね、現地の人はね。そうそうそう。いや、もうガンガン焼く、もう。あ、俺も。ガンガンもう男っていう。男もう。どれの深夜どれさんは、あの、成功してないから、サロ行くけど、俺らはちゃんと太陽浴びれるから。そうそうそう。どれ、うん、ヒサロとかダッセーな。だから変な黒なんだよ、つって。ディスりに行く。真っ黒になって。あ、地元なんだ。先っぽ。なんか先っぽさっき、テルいない間に、車とか全然出すよって言ってくれたよ。あ、そうなの。なんか結構現地の人とか見る。車貸してくれなきゃいいんやな。車貸してくれなきゃいいんやな。そうだよ。貸してよ、車。うん、車。車貸してほしいな。ね。でもこっちの人車なかったらあれだもんね。貸せっつってもね。うん、そうそうそう。自分のプライベート何もできないもんね。うん、え、ネギっ子もいんの？うん。てか沖縄に集まってるな。なんかみんなでオフ会とかも楽しいんじゃん。後半。もうリスナー全部ブワーって、ブワーって呼んで、もう海で遊ぶみたいな。ねえ。お、そうそう、いらっしゃい。あ、はじめまして。企画を今考えてて、あの、8月にさ、海で、みんな、リスナーさんも参加型なのね、バーベキューやるの。で、空のペットボトル持ってくんだよ。それで船作ってさ、やらない？やる。ペットボトル船。やる。リスナーさんで参加したい人、みんな空のペットボトル用意しといて。家にいっぱい貯めといて。やる。やろう。で、それで横断しよう。アメリカ。パシフィック。うん。いつまで言います？なんだろうね。いつまでって決まってないよね、ほんと。沖縄にいる時間の、わかんない。帰りたくなったら帰ると思う。気づいたら三重とか、新宿に戻ってると思う、うん、何リットル ?500 でも何でもいい。もうみんなでペットボトルさ、ブワーって縛って船作って。そうそうそう。っていうかもう沖縄でそれやって、沖縄から帰るか。テルとペットボトル船でね。うん、これで帰ります。電波少年的な。うん。面白いじゃん。うん。でも沖縄のリスナーさんすごいなんか見てくれるから嬉しいよね、うんうん、やっぱ地元の人は。でも沖縄住んでたから多いでしょ、もともとリスナーさん。沖縄、うん、沖縄にもともと支援者がおったんで。あ、そうなんだ。そう。へえー、もう今おらんくなったけどな。悲しい話、よくある話だよね。うん、うん、でもね、そのズブズブに浸かるわけにいかないもんね。そのね、お金持ちの人とかもいるけど、一人の人にバーっていうよりも、ね、いろんな人に閲覧どんどん増やしていってさ、みんなに、その、いつき一回花火投げて、つって、うん。その、そういうのが、突してもいいですかだって。俺は全然構わないけど、テルに聞いて。全然、全然いい。うん。
スワンボートっていくらすんだろうね。でももう100万稼いでるの買えるでしょ、スワン。で、スワン企画の時のレンタル会社やればいいんだよ。あ、どうもって。スワン青山協会です。今日2席ありますよ。2席ありますよって。ワン太郎が予約してるんで早めに予約してくださいね。ワン太郎も10月にもうインド行ってしまうみたいな。あ、そうなの？そう。あ、早いね。うん。あいつバカだから配信しないかもって言ってたからな。うん、なんだそれ。だあいつ貯金するから、うん、あいつのリスナーからめっちゃ DM 来て、うん、その飯一緒に行って、うん、あいつの貯金を全部使わすっていう。お銀の抜きなくさすっていう。それ面白いね。阻止するっていうね。そう。うん。ワン太郎の金遣い荒くする企画やろうか、じゃあ今度。スワンボート58万なの？結構安いな、思ってたより。3時間飲み放題で2000円で日本酒も飲めるところ。物価がおかしいでしょ。すごい安いよな、やっぱ。すごいよね。ビール88円で書いてたもん、書いてあった、書いてあった。マジか。書いてあった、書いてあった。そんなにと思って。ありえねえと思ったもんね。ここ来る途中に。あった。あー、わかる。その下の道路のところ。俺もびっくりした。何これって。ありがとう、風船。88円でビールだもんね。あと、うまい、うん、沖縄そばみたいな、うん、店、うん、一軒仕留めて。ほうほうほう。そこももう一回行きたいから。行こう行こう。そう。うん。ギノワエンゼルって知っとる？知ってるよ。やっぱ知っとんだよ。知っとるどころか、あいつが、喧嘩どつかけてきて、ブワー嫌になって、お前殺すから、殺すからって言われて、殺してみろこの野郎っつって、ガチャって切るじゃん。次の日来たかんね。あ、そうなの？沖縄から。マジで？リスナー引き連れて。うん、揉めた揉めた。あと、トムがいるよ。沖縄。あ、おるな。うん。ピシューピシューあの二人、ニコ生出身だからね。うん。刺身うまいんだ。沖縄は魚のイメージあんまない。沖縄は魚のイメージじゃないの、結構。でもやっぱ、ロブスターは食わなかった。ロブスター食う。絶対食わなかった。ロブスター、エビ大好き。うん、エビなの？ロブスター。何なの？あれ、ザリガニ？でっかい。あ、なんか、伊勢エビのパチモンみたいなやつ。パチモンではねえだろ。雑だよ、お前説明。パチモンじゃねえわ。アメリカ人今、めちゃめちゃキレてると思う。ファッキンチャープ え、じ、あ、どうぞ。勝手に。編集率遅め。LINE、うん、は公開してないの？ DM だけなの？ LINE は公開してる。なんなら LINE の方がやりたいやすいからだよね、うん、じゃあもうすぐ LINE DM めんどくさいんだよ俺ら、うん、LINE の方が嬉しい、うん、サクッと、うん、でそれでかくない？なんなんこれ？iPhone プラスだよ俺。 iPhone プラスでかいねそれ、なんなんって言われたの、うん、びっくりするんだけど。でかくない？もう4年ぐらい前の話題だよ。でかっ。いや、iPhone プラス知らない人、俺、嘘だろ？嘘？お前、配信者でしかもさ、いや、iPhone プラス普通に売ってるから4年ぐらい前の話題だよ。マジか。マジだよ。逆に俺のセーフだよ、マジか。あれ入る？あれ？何あれって。ああ、ケース？どうだろう。トレンドに遅れすぎだろ。でっか、あんな大きいのあれ、携帯って。ゲームボーイみたいなデカさやね、これ。でもね、小さい方がいいよ。片手で操作できないの。落とすよ。俺も沖縄対策でも、この、何、防水のこの。あ、それ防水のこれは6専用の。へぇー。だもん。これに入れると水に濡れないの？そ
それ絶対濡れやんな。おお、すげえすげえ。あ、すごい。おお、すげえ。シックスって書いてあるじゃねえか。それ用のやつ買ってるじゃねえかよ、お前。かかってるじゃねえか。でも入るやろ。入る入る。完璧。これで水の中でも放送できる。そう。音はさすがになんかモコモコする。ちょっとモコモコするんだよな。これで水の中対応。でもまあ変にウェブカメ買わないでこれでもう動画撮影しちゃってもいいかもしれないよね。あ、綺麗に撮れるわ。撮れる。全然綺麗に撮れる。全然いける。なんか着信があった。ごめんね。あの、ふわっちから来た〇〇ですっていう風に書かないと着信の許可が押せないの。だから先にメッセージください。ふわっちの小手半を。こんばんは。風船ありがとう。ごめんなさい。間違えました。嘘だろ。リスナー間違い電話したの。嘘だろ。うん、明日夜は何行くよ。夜、いや多分な名古屋の方行くと思うから、うん、名古屋の方で飯食ったことないから、うん、まあ、帰りしなに、うん、そこら早いとこロブスター食いたいからさ。あ、じゃあロブスター行こう。ロブスター、ロブスターでいいでしょ。ロエビをバッカ、うん、なんか漁師と仲良くなってウニとか取りたいから。取れるかな。いや、ウニ有名でしょ、沖縄は。沖縄、ウニ取れる地域だよね。そうなんや。うん、素潜りでみんな取ってるよ。でもほんまに、でもクラゲだけはほんま気をつけたらいいよ、ほんまに。あー、えらいことになるから。マジでやばいって言うもんね。だ、現地の人ってさ、そのちゃんと網で囲われた海水浴場じゃないと入らないらしいもんね、うん。ハブクラゲだっけ。あー、松本はさっきもコメントあった、ありがとう。おお、クソカスカウスいらっしゃい。ん、なんかすげえ LINE 来てる、うん。ああ、そういうことか。え、LINE どこに公開してんの。ここ行くから。うわ、いいじゃん。ここ行くから。LINE、わかんないって言ってるよ。Twitter のメディア、Twitter やな。もう先にじゃあ DM で、うん、QR コード送ってきたらいいよ。うん、DM で QR コード送ってあげて。なるへそ。配信見に来てくれて。いやいや、全然全然。うん。青ブダイ、白身魚だよ。淡白な。沖縄の魚は。あの、与那国の方とか行くとカジキマグロとか取れるんだけど。CD のとこ押さで。これがクラゲ刺された。どこ？冷血だよ。見える？斜めに写したのかな、これ。やばくない？うん、あ、行ったな。これ痛い。あ、映った。これ痛いの？映った。うん。これ痛いって言った。すごい痺れてた。やば、うん。でも、クラゲ気をつけないとあかんでって言われたら、もうどうやって気をつければいいんだよって話だな。そうやんな。うん。やば。
この配信者は知っとんの？ん？知らん。多分知らないな、ギリギリ重ならないのかな。誰だろう？オラフって知らん。あ、名前聞いたことある。うん。パルパルと、パルパルに呼ばれていたやん。オラフ最近やってなくない？いや、もう引退した。あ、引退しちゃったんだ。絡みない。明日行くと、ここな。ここな。ここ。うん。やばい。ここはやばかった。ところでさ、俺前から気になってることあるんだけどさ、青山にとってリスナーって何なの？金か財布。財布。それでしかない。うん、ちょいちょいやろこれ、うん、一日一回やんないと寝れねえわ、うん、笑うわ、うんうん、お疲れさん、あ、これ沖縄来た、お疲れさん。今沖縄いますよ。流れてんな、クラゲ刺されたからあれだ、やば、お疲れっす、うん、なんか先っぽが居酒屋とか全然案内できるからって、ああ、うん、あとで連絡するよ先っぽ、知らん人に刺されたの、こっちで仕事をしてた人とまだ連絡を取るもんで、うん、全然、そう、ニコ生時代の沖縄リスナーとか何やってんだろう、俺も連絡会ってみたいもん、まだいるかな、なんだっけ、金か財布とは言い方が悪い？いや、もうそれはもうしゃあないよな、やっぱ、うん、なんかあるかな、言い方、うん、何やろうな、何だろう、何やろうな、何も ATM、うん、ATM、ATM、うん、うん、あ、支援者ね、うん、飲みすぎてね、そうそう、やんな仕事しとった時にちょっと連れてかれて一緒に、うん、あの松山っていう、はいはいはい、松山市、あの、あれの風俗みたいな、そうそうそう、もうキャバ、そう、飲み屋街一番いいとこだけど、うん、そこでキャバクラ行ってもうベロンベロになって、でもう全裸になって動画撮られて、で自分のレンタカーにおしっこかけて、でも全裸でもう松山市 のキャバクラ街をもううわーって走り回って、でファミリーマートのレジ行って全裸でもうタコ踊りして、もう捕まるだろ、捕まった捕まったんだ捕まった一日保護された、あ、うん、あ、それすぐ釈放になったの、なった、へえ、うん、クラゲ対策ウェットスーツか、
引いてまん、もうしゃあないな、やっぱ、そう、すいません、素直、うん、それキャス時代でしょ、でも、いや、ふわっち、いや、でも、俺の配信じゃなくて、違う人の配信で、はいはいはい、セーフパターン、そう。マルキューさん2位なんだ、リスナーランキング。そう、え、リスナーランキングってリスナーさんも見れるの？非公開でしょ？非公開やけど本人は分かる、自分だけ分かるみたいな、自分が何かだけ分かる、はい、1位30万2位25万やばやば、富豪でしょ、富豪だよね。前回1位がマルキューさん、すげえな。そうそう、そのまま警察署のスリッパ履いてね、出勤するっていう。来月12位ってやめて。来月12位はやめて。わかんないよ、すごい支援者が現れるっていう予言かもしれないじゃん。でもさ、あの、なんつうの、ホスト系っていうか、萌え声系っていうの、うん、あれどうなってんの？閲覧数と比例してないじゃん。してない。本当にだから5人とかが100万とか5人をやってるとこでしょ。で結局は多分さ、1、2、3位が100万投げてしまったら最初の段階で、うん、多分張り合ってまうんじゃん、思い。1位になりたいっていう欲が出てしまって、シャンパン合戦みたいなんだ。そう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 、でポンプ入れんとか LINE で、お前そうそうそう、俺の一番になってよみたいな。ゆうくんの枠見とったら、あの、ゆうくん近々私のパパに会いに来てくれるんだよねみたいな。怖っ、ファンタスティックみたいな、怖っ、ファンタスティックで、やばやばない、怖っ、って何の契約しとんのかなと思って、怖い怖い怖い、結構詐欺師やんと思って、マジガチじゃん、ガチやで、やばチャミだじゃん、それだったら ATM って言ってる方が健全だと思うよ。まあ俺はそんなこと思ったこと一回もないですけど。僕にとってリスナーさんは家族であり、あら仲間であり、あら ファミリー、フェメリーです。あら。やばいな、それ。まあ、じゃないと無理だよな。俺ハンバーガーだろ、いらっしゃい。ん？ええって。もうええわ。俺ハンバーガーになる。かっこいいな。ずっとこいつの人が撮って、俺ハンバーガーの。うんうん、あ、そうなんだ。そう。僕は50万目指してますね。今月あと4万なんですよ。あと2日で4万いか、2日じゃん、今日最終日か。いかんいかん。行くんじゃない？行かないよ、いや、絶対今日の景色を見せたら絶対行く。だって俺配信せへん。しないの？俺しないよ。なんで？ 1 日から配信する。低速やで、今が。あー、なるほど。俺も言ってあるからさ、もう。なるほど、なるほど。もう完全オフで完全。そうそうそう、ね。完全で。でも、どうせまでも配信するからって言って。そう、やらない。いや、で、うん、あの、わざと配信で俺たちが楽しむ。なるほど。そう。オッケーオッケー。でも多分俺的に こっちの配信の方が見やすいから、こめっちゃ助かるんだけどな、ほんまに。楽は楽だよね、ただ収入の問題なんだよ、シビアなこと言うと。そうでも今月余裕あるもんな、もう。ありがとうございます、花火、ありがとうございます。はい、ありがとう。来月プレッシャーでしょ。来月プレッシャーやな。でもブロックする。ブロックするの？どういうこと？あからさまに、うん、あの花火投げなくなったやつらブロックするんだ。制裁を超える。面白いな。うん、3P 余裕あるね。
でも俺ちゃんぴんが苦労してた時代知ってるから、そうそうそう、そうもう本当そのなんだろう、ワンタロウとか、まあ、アメリカ人は会社やってるから金余裕あるけどさ、貧乏で頑張ってる配信っていっぱいいるじゃん。アチョウとかも体張りまくってるじゃん。もっと稼いでいいはずだよね、アチョウとか。うん、そうやんな。だって日本一周ヒッチハイクでやったんだぜ。だから、なんか頑張ってる人は稼げるようになるっていうのは嬉しくない？配信応援しててみんなも。なんかどれの深夜食堂とかいうのがちょっとなんか幅利かせてるのは俺納得いかねえよ。あの人でもキャリア10年だからね、生主歴。そうなんや。そう、あ結構長かったんや。めちゃめちゃ長いの。あそうだよ。そうアフリカ TV とか、やで喋れんねや。そうだから、そう雑談力異常じゃん。そうなんだ。やだ異常やなと思って。そう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 、めっちゃ喋っとるやんってでよく聞けるからさ。そうなんか俺も思った最初見た時、このおっさん雑談うまくねみたいな。なんで閲覧10人とかなの。そうだからね、牙を磨いてたんだよあの人は。まあ、だからね、ちゃんとやってる人はいつか目が出る。これステッカーってさ、うん、リアトツのみなの。うん、郵送も始めた。郵送始めた。うん、いくら1000円。いや、いいよ。いや、あげるよ。俺バーガーのやつ買うわ。バーガーから1000円もだから。どういうこと？ありがとう。気まず、同業に。おい、1000円よこせよ。俺に1000円支援せよ。それがさ、俺本人に渡したくないのがさ、見てこれ。見てこれ、カッコつけてさ、セリフに、ね、俺が勝てるって書いたんだよ。俺今日負けたメダル持ってこようかなと思ったけど、やめた。もう、メダルはどんな重さなのか知りたいわ。そうだな。手頃は。でも俺来年取るから。来年取る。ただ誰と戦うか。ありがとうございます。誰と戦うか分かんないかんね。あ、しかも追われる立場だよ。うん、超プレッシャーかかるよ。かかるな。俺チャレンジャーでいけるけど。いやもう俺ハンバーガーで鍛えてもらうわ。クソ強いやつ来るよ。多分。絶対そうだよね。青山とやらせろって言って。だってさ、強くてさ、まあ、中堅どころの配信者なんか名前取ったらさ、全部持ってくんだもん、閲覧も。何もかも。絶対狙われるよ。この前の対談、あれでしょ？ザマサブローさんでしょ？ザマサブロー事件でしょ？あれ、神回だった感じ。ていうこと、テルとワダが一番楽しかった。うん。そやなぁ。うん。ど素人感が出とったもん。だって出たね。だってもうあんなに練習したのにこんなんだったら猫パンチかよみたいな。まあ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 、てか結構来てる方だと思う。結構来てる方だと思う、うん、このしかもこの時間で、この時間金梅さんとか光くんとかこうやでしょ、愛子とか。なんでこの時間は多分、あと香川さんが最近強いのか。強いな、店やってるから、うん、言われた、あの店長してくれって、うん、店長行く、うんうん、沖縄終わったあたりに行こうかなと思って、うん、そう、うん、来た連絡来た、うん、なんかあ、まあ、コメントしたら、まあ、なんか、うん、やろうよみたいな。いや、猫パンチは恥ずかしいでしょ。3万人、2万人ぐらいか、俺らの試合の時は。うん。ゆかちゃんもやし。うん。送った写真、和田君のを開けてあげてって言うんだ。俺がこうやっとるとこでいいの？俺が撃たれてるところじゃねえかよ、それ。俺が殴られてるところ、なんで俺が欲しがると思ったんだよ。いらねえよ。いらない、いらない。俺が殴ってる数少ない写真、誰か持ってないの？いらないよ、その写真。トラウマだわ。記憶にあるのが2発当たっ、なんか、
顎バチ、一発だけなのパンチは。でもそのパンチがジャストミートしてんのよ。で、もうちょっと下だったら、顎先だったら絶対倒れてた。うん、ここね、ガキョっつったの。ここ。こめかみ。で、顎痛くてしょうがなかった。俺外れたんだと思ったんだもん。一発思いっきり、バチン入って。あと、ローね。もう一発もらった瞬間にマジかと思ったもん。ありがとうございます、バーガー。もうね、一発ガードしたんだけど、バチン入って、あ、マジ、バチンみたいな。お、マジかこれみたいな。超痛えの。右のローが。心折れたもん。あれは、あのローは武器だなぁ。ほんと。いや、楽しかったけどな、あの3ラウンドはすごい楽しかったけど、なんかすごい、言えなかったけど、なんとも言えない。なんとも言えない。なんかドラ、2人のドラマやったから。そう。2人しかわかんない空間。そう。似飽きたか、みたいな。もっと早く倒せると思ってたでしょ、うん、そう正直。うわ、粘ったわ、と思って。もう粘りよったわ、こいつと思っても。粘ってよ、もう。足ボロボロだったからね、ほんと。ニコ生は帰らんな。ニコ生好きだよ、俺正直。やっぱ、今の自分の喋りとか、その、まあ、なんつうの、沸かせるとき沸かせるとかさ、その、受け取るトークとかも、全部教えてもらったらニコ生だから、うん。でもね、あそこに帰るのはダメだよ。うん、今、応援してくれてる人に失礼だから。うんそう。なんかね、一番中途半端にダメなのは、そう、金とか閲覧とかでブレるやつだと思う。中途半端に。あっち行ったりこっち行ったり。やっぱみんな腹くくってやってるもん。移動するときは。もうここしかないっていう感じで。それは伝わるんだよね、リスナーさんに。来、絶対してこれは見に行った方がいいよね。うん、もう本当は会場すごいよね。そうすごかった。あの、放送で伝わってないけど、もうドッカーンだから。うんドッカーンだから。だって、楽屋とか、あの、こっちの楽屋多分奥だったか分かんないかもしれないけど、手前近かったじゃん、会場に。うんうん、窓ガラスビリ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 って言ってたの。声援で。すごかった。生で見に行くべきだよ、あれは。生で見に行くべき。あれはいい企画だよな、ほんと。来年やんだかな。便所さんも、うん、やっぱりその第1回よりも話題性のある メイキングブッキングか、うん、ができないとやりたくないっつったよね、うん、やっぱりそのそ最初だけかってなっちゃったら嫌だからって、うんただでもあの人はうずくだろうね。一回あの味をしてちゃったら。夢やったらしいもんな。そう、もう4年間温めてた企画なんだって。配信やる前から。そこに出れたこともな。ね。ある意味運が良かったんだよね。一回目だから人がいなかったっていう部分もあったじゃん。そう。多分一回目じゃなかったら厳しかったよね。最初はパルパルとやる予定やで。そうそうそう。で、パルパルが逃げたんやな。そう。そう、それで、なんか便所からかかってきて、うん、別に、ワドとパルパルが、あれって聞かずに、出るって言われて、じゃあ出たいっつって、パルパルとワドが、まあ、パルパル逃げたからどうするって言われた時に、そうじゃあワドでやる。もうワドでやるな、つって。でも結果、パルパルとじゃなくてよかったかもしんない。多分ね、なんか、盛り上がんなかったと思う。パルほら練習もしないだろうし、まあ練習しないけど、その、なんだろう、持ってるから。秋田にいる。まあ第1回メンバーは本当、ね、ドレさんなんかだってもう本当なんかロッキーの世界でしょ。うん、10年間放送やってて、で、ずーっとね、ずっと日の目を見なかったけど、十何年間鍛え、30年か。30年鍛え上げて、
初めて勝つんだよ、そういう大舞台で。戦績実はプロの試合、プロのリングとかだと勝ってないんだって、ドレさん。あ、そうなんや。そう。だからもう本当に吠えたらしいよ。嬉しくて。初めての表舞台で勝てたから。ドラマでしょ。でもステッカー売れなかったらしいけど。笑うよ、ね、甘いな、そこが甘い、そこが甘いんだよ。だってさ、一発目のさ、グッズでさ、最近閲覧が伸びてきてさ、10万円分作る？作らない。絶対作らないよね。もうこけるの分かってたけど、面白いからほっとこうと思って。笑うよな。いや、吠えるでしょう。それは、配信者としてとファイターとしての両方の気持ちがさ、ブワーって込み上げてくんだもん。このね、例の、このどれの。どれ、これが売れなかったライターだよ。10万円分作ったけど、これ3個しか売れなかったんだっけ、ライター。そう。うん、いやー、2回やるって意味がわかんないよね。意味がわかんない。おかしいよね、本当に。考えられや。1回だけのでどんだけボロボロになるか知ってるから、考えられない。だってさ、こんだけ体力あるのがさ、3分3ラウンドでへばるんだよ。それくらいってどれくらい、だって運動神経いいのもスタミナあるのも知ってるじゃん、みんな。体力無尽蔵なの。めちゃめちゃ辛いからね。立ってるだけでしんどいの、もう。はぁ、はぁって。あれでも喧嘩で使ったらダメだよ、あの蹴り。マジで、あの、剣切れるよ。足折れるもん、相手大体あれで喧嘩終わるでしょ、一発で蹴りででパーンってよれてマウント取って終わりでしょ。いやもうだってずっとパンパンでまだ痛いもんな。まだ痛い、俺治ってた、まだちょっとな、あ腫れてるね、うん、ちょっと俺多分治らんのちゃう、うん、ずっとこのままなんかな、ポコってなってるね、ちょっと嫌やなこれ、うん、なんか自分のやりたい企画とかあんの？そのでっかいので、いやー、捨て物みたいな。ないなぁ。いやもう、とりあえずもうサッカーしかないからな。フットサルチーム。フットサルもう7月の9日するから。うん。そう。来るやろ？聞いてないって。え？じゃあ行くわ。やっちょとか、おお、ジュフィカルとか金杯とか、はい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 、そうそう、まあ、いつものメンバーじゃねえか、そうそう、いつものもう、なんかちょっとあの内藤流星とか、うん、そう、うん、ツイキャスの方の、はいはいはい、そう、行くんだ、そう、ええー、どこでやんの？コート借りんの？東京、うん、コート借りた、うん、もう撮影許可もおり、ええー、あでも面白そうだね、フットサル、あれだったらあれ選手じゃなくて、あのカメラの機材、誰かのアカウントで俺の機材取ればいいじゃん、うん、2カメ3カメできるから、うんうん、俺じゃあ裏方やるよ、うん、カメラいるよなと思って、うん、カメラマンやるよ、3カメぐらいで多分綺麗に撮れるでしょ。お疲れーのぶきよ、仕事中じゃないの？あ、メインの主戦、アキラン、ありがとう。ありがとうね。シャワー浴びてこよう。いい、いってら。カルト金、いや、あ、だったらはないんだよ。あれが完璧なマッチメイクだったよ。なんだかんだ。一発目に金梅さんじゃないと会場温まらなかったもん。一発目にスーパースターが出るから湧くんだよ。フットサル誰来んだろう、わかんない、うん。今待機中なのかな、暇なのかな。夜勤だってそうだよね。みんなもしよかったらフォローよろしくお願いします。フォローまだの人は。
なんか LINE 連打されてるけど大丈夫ライン、ちょっと、青山LINE ビコン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 になってるけど大丈夫ずっとビコンビコンになってるけど持ってった方がいいでしょ、風呂場に。なんかライスタンプ爆弾みたいになってた。お、リオタママいらっしゃい。これこれどうなんだろうね。これこれと絡みないかな俺。フォローありがとう。こんばんは。こんばんは。あ、そっか、写真送ってくれたんだ。ていうか、俺の LINE 公開されてるから、俺に直接送ってよ。LINE 載ってるから、ふわちのプロフィールに、ふわちから来た誰々ですって答え判書いてくれたら許可押すからさ。みんなこんばんは。フォローありがとう、まいちゃん。沖縄いいよ。オリオンビール美味しいよ。ありがとう。コテハンと LINE 名が違うからさ、俺にあの、LINE 申請してくれた人、コテハン教えてね。メッセージでコテハン先送って。黒さんフォローありがとう。フォローありがとう。三品茶飲もう。いや、全然、ドレさんはドレさんで絡みあるから。全然絡むよ。それ、なんか、じゃあ沖縄のこの企画をなんか捨て頃お疲れ会と勘違いするんだって。全く別企画なのよ。結構前から話してた。旅どっかで合流したいねっつって、うん、タマちゃんめっちゃ可愛い感じ、うん、ジャスミンティーの濃い感じの味だったね。三品茶。チンスコうまっ。フォローありがとう、黒さん、うん、窓の外は海じゃないよ。違う、丘の上だから。ここ隠れ家的なホテルの。レストランとかでっかいプールとかあって。リバーサイドじゃなくて、シーサイドホテルじゃないから。ジャスミン茶だよ、三品茶は。いや、送って送って。
送って。アキラン、アキランから LINE 登録来てないけど。そう、静かな感じ。ムーンビーチっていうの？わかんない。そう。だから、なんか高級感があって、ここでゆったり過ごす用のホテルらしい。海とかじゃなくて、なんつうんだ、図書館とかもあるし、ここで小説ゆっくり読みながらみたいな。うん。アキラン、ありがとう。ミッションビーチってなんだろう。何そう、なんて検索すれば出てくるんだっけ、あの、アロハシャツみたいなやつ。なんだっけ、なんだっけ、仮ユシだっけ、仮ユシウェア。アロハとは違うんでしょ。いいよね、仮ユシウェアね。ボコボコにされてる写真出てきたな。ありがとう、すげえ写真撮ってくれてんじゃん。嬉しいな、ありがとう、こんなたくさん。あ、これはすごい。あ、こんな感じに見えてたんだ、客席からだと。すげえすげえ。反則のシーンがある。カリウシウェアはいいよね。ボコボコにされてる写真見たい？ボッコボコにされてるんだけど。いや、ボッコボコなんだけど、みんな。いや、聞くわ。へこむわ、これ。へこむっしょ。青山にボコられてる写真送られてきたわ。32歳のおっさんがボコられてる、若い子にいじめられてる写真でしょ、これ。完全に。これツイッターにアップしようね、これね。ボコられてる。ボコされてるでしょ、完全に。いやー、すごいよ。なんかもう、すごかったらしいよ。客席で見ると。もうパンって撃たれる瞬間、水しぶきが飛ぶんだって。その、映画みたいだったって言ってたもん。あ、ツイッターもフォローありがとう。
ツイッターに後で写真あげとくね。ポロシャツも可愛いんだ。そうそう、昭和60年、同い年だね。明日ね、明日そのまま海行くの。俺水着とかないんだけど。あ、いや、買う、買うのドンキかなんかで。うん、買うのがいいし、レンタルもいいよ。レンタルもあんの。ある。お、水着は買おうかな。うん、誰買う？フラスポ。え、フラスポ、何フラスポ。フラスポスポーツ。あ、なんでも、全然。水着と、水着でいいか。俺、バスタオル持ってきたって。まあいいや、ドンキで買おう。バスタオル買おうか。うん。絶対必要っしょ。うん。タオル持ってきたかな。ハンドタオルだけだ。バスタオル必要だわ。あと何だ？いや、ベルトある。ベルトを何個持ち歩いてんの？裏から持ってきたいな。DM した、ありがとう。え、DM 来てないけど。え、DM 来てないよ。多分、俺の偽物のアカウントに、ツイッター送ったんじゃん。俺のツイッター、ふわっちの URL に書いてあるよ。ふわっちの URL の方が本話か。うん。うん。テルチャンピンのステッカー買いに行きたいってよ。うん。糸満行くかな、わかんない。全然無計画でやってるから。もうね、あれだよ、ガンガンリアトしちゃった方がいいんだよ。もう勇気ちゃいなよだよ。勇気ちゃいなよ。多分ボさんね、俺にツイッター届いてないよ。あ、来た来た。あ、ありがとう。ありがとうボさん。これはナイスショットだね。これいい写真だよみんな。これがテルチャンピンですよ。お、あのチラ見するっていうね、試合中に覗き込むっていうナイスな写真。ルルピララピガンミっていう。これはいい写真だわ。
ありがとう、王さん。雑念だよね、雑念。いい写真だよね。リスナーは逃しませんよ。カシャッ、うん、寝ようかな、そろそろ。じゃあ、ルルビラルビ大好きだもんね、うん。じゃあ皆さんありがとうございました。また明日ね、沖縄配信やります。よろしくです。沖縄配信。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。